おお、卓球専門店、卓球ショップ SK。 はは、卓球して遊びましょうですって。どうもすいません、ごめんなさい。どうも、こちらちょっと聞いてもいいですか、大谷さん。はい。大谷さん、はい、下のお名前は。ひろとしです。あ、そうですか、わかりました。翔平を期待してました。あ、すいません。すいません、こちらこそすいません。大谷さん、あれですか、あ、店長さんです、ね、店長です、はい、あ、よろしくお願いします。こちらをどれぐらい前からされてるんですか。ここはですね、6年前に移転してきて、はい、で2001年から東雲の方でやってたんですよ。はい、あ、言うたらもう結構歴史ありますね。そうです、22年ぐらい。へえ。卓球ショップ SK は2001年に南区東雲本町でスタート。府中町には6年前に移転しました。卓球用品の販売はもちろん、2階には卓球場も併設。子どもから大人まで幅広い世代が利用しています。大谷さんも選手ですか。私も選手として、もう指導者として。あ、じゃあ選手という経歴はあるんでしょうか。はないです、もうほとんど学生でやってただけで。じゃあ経験なくても指導者っていう立ち位置にはなれるんですね。そうですね、まあ、実は現役時代高校生でインターハイに出てます。ほら、そういうの言ってくださいよ。大谷さん。大谷さん、すごい柔らかい方ですね。あ、本当ですか。最初に店長に案内されたのがこちら。中古のコーナー。え、他店ではない。 あ、そうなんですか。はい、中古って意外とない感じなんですね。そうですね。へえ。どれだどれだ、中古ってなると。この辺りですか。こっち、あ、こっち側。はい、もう全然大丈夫ですよね、箱もちゃんと残ってて。はい、これはこれ安そうですね。はい、箱がないということですね。箱はなくても物によってはって感じですか。そうですね。これ人やばくないですか。すごい失礼な言い方ですけど、ちょいとプラモデル見えますね。箱がですね。箱がね、かっこいいですよね。かっこいいですね。なんかワクワクするような感じで、でいろいろ並んでて、なんか面白い形というか、そんなのもあるんですか。はい、面白い形もあります。ちょっと大谷さん、え、こちらですね。いいっすか。はい、どうぞ。ちょっと何これ、どうしたのこれ。なんでだから、要は六角形に、あ、六角形じゃないのかねえ、ちょっと角が出ちゃってるじゃないですか。まあ普通丸いじゃないですか。はい、なんでこういう角が切ってある状態なんですか。切ってあることによって、この真ん中が広くなって、打球感がすごく良くなってですね、はい、はい、どこに当たっても真ん中のような感覚になるので。へえ。いつ頃生まれたもんなんです。去年ぐらいですかね。去年ぐらいですって。へえ。なんか考えつきそうなもんですけどね。そうですね、いろんな形がこれからもどんどん出てくるんじゃないかなと。これを皮切りに。でもじゃあまだ結果出した人はいない感じなんですか。結果出した選手がこちらのモーレゴード選手。モーレゴード選手、ちょっとラケットも気になりますけど、このポーズも気になりますね。これ何なんですかね、何の時なんですかね。試合で勝った時のシーンですかね。あ、そうか。あ、でもすごい。あ、じゃあ結構いいんですか。はい、これは。よかったら体験されてみますか。上なんです。上で、はい、体験できます。すごい。今強いですもんね、日本もね。そうですね。おお、すごい強いから。ほれほれ、これ。お、すごい。あ、結構広い。お店の2階にある卓球場では、卓球教室が開催されているほか、時間制での貸し出しも行われています。中島さんが体験するのは六角形のラケット。ボールをしっかり捉えて打ち返せるので、通常のものより使いやすいとか。はい、じゃあぜひあちらで。あ、向こうなんですね。はい、大谷コーチと。お、お、
コーチお願いします。お願いしますよ、本当にお願いします。なんか打ち負かすぞみたいな感じがない。優しい、優しすぎません？いや、そんなこと本当優しいよ。上から握手するように、握手するように、そうですね、そのように持って箱を保つんだ。はい、はあ、よし、OK です、OK です。ちょっとやってみよう。じゃあどんな感じか、うん、あ、いいですね、いいですね。上手です、上手です。使いやすい、使いやすい。いやあのね、本当にどこを当たっても真ん中っていうか、あさっての方向行かない感じですね。そうですね。インターハイの選手と今ね、させてもらっておりますよ。これはいいわ。一回ズバンと打ってみてください。ズバンとですか、はい。見ました見ました。私はオンエアで確認します。打つ瞬間ずっと目閉じてたんで。大谷さんの雄姿をもう一度。お見事。すごかった。あなた、目閉じてました。閉じてました。すごいな、大谷選手。大谷さんの凄さを実感したところで、コーチ同士のラリーを見せていただくことに。うわ、早い、やっぱ早い。全然違うね。どちらかズバンと打ってもらっていいですよ。はい、返す。すげえ、すげえ。ねえ、かっこいい。そして店長小林さんも返しますね。いいところに大谷君が打ってくれる。はあ、かっこいい。なんか教わりたくなった。大谷さんに。僕柔らかい人が大好きなんですよ。あ、本当。はい。僕今どうでした。どういう部分が良かったですか。はい、常に真ん中に同じところに当たっているので、なかなかできないので、すごく見れて上手だなと思うので、まあ、あとはしっかりフォームとか意識して練習してもらえればもっと上手になるかなと思いますね。コーチー。いいコーチよ。いいコーチー。卓球の魅力を発信する卓球専門店に遠征さん認定でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。